面白くなくても聞け。4日からのアップス深夜のバカ力少子率アップキャンペーン第1弾伊集院さんとのクリスマスプレゼントスペシャルというわけで、始まりましたですね、この伊集院さんのアップスクリスマスプレゼントスペシャルですから、ね、もうクリスマスなんていうのは、まあ自分たちには関係ないことだということで、無視してた人たちのためにですね、立ち上がりますよ。今日はですね、もうどんどん、すごい勢いでクリスマスプレゼントを放出しちゃいます。プレゼント総額が15万ぐらいありますよね。なんだかんだでね、すごいことになってますんで、番組の中で合図が鳴ったら、すぐにプレゼントチャンスが始まります。コーナーの途中だろうが、エンディングの途中だろうが、何か合図が鳴ったらもうそこで、もうプレゼントチャンスに切り替わります。で、その時はですね、もうすでに、ハガキを出した人、トイレに行った人はもうおしまいですから。で、もし眠くなっちゃったりしたら、左の玉袋の皮と左肘の皮をホチキスでこう止めたりとかすると、目がカフェインが含まれてるんで、ホチキスには。じゃなくて、人間には神経があるので、あーって目食べたりしますから、あと先輩同士で、膝皿を貫いたりすると結構起きられるもんですから、ぜひそういう形でですね、努力してですね、眠い目をね、こすって起きてください。それがですね、伊集院さんからのお願いですね。おっと、いきなり合図ですね。交換音 CD 集動物よりパンダその6発情、これが聞こえてきたということはプレゼントチャンス、いきなりプレゼントチャンスですよ。鈴の音とかじゃないんですよ。きっと鈴の音が聞こえたらプレゼントチャンスだと思ってちゃダメですからね。交換音 CD 集動物よりパンダその6発情、これがプレゼントチャンスの合図ですから、最初のプレゼントチャンス何がもらえるかというと、現金2万円が当たる、題してアップスクリスマスジャックポット。ルール説明いたしましょう。ルールは簡単です。ものすごいたくさんおはがきいただいたんですけれども、その中からもすでに候補は3人に絞られております。で、そのうち1人がですね、ジャックポットチャンス大当たりということで、もう現金がザックザク2万円ですから。さあ、お電話の方すでに繋がっているということで、1人目の方です。もしもし。もしもし。お名前は？中島亮太郎です。亮太郎君は何歳かな？19歳です。中島君にはジャックポットチャンスの、はい、こう最終候補まで残ったんですよ。やった。一応マジで現金2万円なんですけど、はい、もし2万円当たったらこれ何に使いますか？漫画道全巻欲しいです。漫画道全巻今文庫だから全然大丈夫ですよ。はい、当たった嬉しいでしょうね。嬉しいですね。ちなみにクリスマス何してます？弟と両親とで。あ、いいですよ。全然もうアメリカ人のクリスマスは大体ファミリーでやりますから、そのままで電話、そのままで待ってください。はい、さあ、候補1人目は中島丈太郎君、そしてですね、2人目はですね、この方です。2人目の方、もしもしもしこんばんるー。はい、こんばんは。今は落ち着いてますよね。まだ当たったわけじゃないですからね。一応最終選考まで、はい、来たということなんですが、もし万が一2万円現金当たったらこれどうしますか？テーマプラを単勝。あ、増やすんですか？お名前は？福井晴彦です。福井さんね、はい、もしかしたらこれ2万円元手にそれが万馬券だったりすると、まあ僕は詳しくないんで、この部分がどうか分かりませんけれども、大変なことになりますからね。そうですね。あのジャックポットになるといいですね。はい、はい。そして、3人目の方はですね、ちょ電話会社の都合でここから今電話をかけるんですけれども、ですね、3人目の方、東京都板橋区の岩月大地さん21歳ね、ハガキを出したからには起きてほしいですね。これこのままかければいいですね。いきます。電話回線が日本一定にしか繋げとけない。はい、もしもし。あ、もしもし、岩月さんですか？はい。いきなりすいません。はい。ラジオ聞きました？いや、今、ちょっとトイレ行ってトイレ行ってましたか？はい。今まで、ちょっと説明しますけども、はい。今、いきなりオープニングのジャックポットチャンスという現金2万円が当たるケースの、はい。候補3人に今、岩月さんが絞られてます。あ、
あんま嬉しくない？いや、そうじゃないですけど。2万円ですよ、あなた。あ、嬉しいです。2万、はい。で、あの、この後、はい、あの、私がジャックポットスタートっていう号令をかけると3人のうち、はい、誰かがジャックポット当たりますんで、はい、当たったらぜひ喜んでください。はい、誰が当たるかはですね、アルバイト見習いの松上くんのみの知るっていう状況になってるんですけども。なんか、外がザラザラと。おぉ、さあ行きますよ、ジャックポットチャンス、スタート。ジャックポット。なんか誰の家だ、え、今、どなたですか、声出したのは。あの、岩月です。あ、岩月さん、どういう今、状態なんですか。なんか、ジャラジャラ音がってんです。ジャラジャラ音がする。はい。音がするのをちょっと言ってみてもらえますか。はい、ちょっと待って。はいはいはい。岩月さんの家からすごい音聞こえてますけど、俺今。岩月さん、すげえでこい、今聞こえてる。岩月さん、何がどうなってるんですか、その音は。あの池がジャラジャラ出てる。池がジャラジャラ出てきてる。どこからですか。あの、郵便受け。いや、岩津さんの家の郵便受けが今、1円が溢れてる。重さにしてですね、2万円ですから、20キロこの後出続けますので。あ、お父さんが出てきてた。あ、お父さんが出てきてましたか。あの、お父さんによろしくお伝えください。とりあえず全部で2万円ありますんで、おめでとうございます。残念だったのは江戸川区の中島さんですね。まず江戸川区の中島さん、もしもし。もしもし。ごめんなさい。はい。もしジャックポットだったら江戸川区の中島さんの家のどこからかな、一円玉が溢れ入ってくる予定だったんですけれども、アルバイトリアの松江君は中島さんじゃないという形で選んだみたいなので、まだ他のチャンスが当たる可能性ありますんで、今日最後まで番組聞いてください。さあ、残念だった、もう一人、福井さん。もしもし、福井さん。もしもし。残念、ごめんなさい。外れですか。外れなんですよ。なんですか。もし当たってたら、福井さんのいる天井が外れて上から一円玉がずらーってくる予定だったんですよ。もう響いたか言ってたんですけどね。あ、そうなんですか。一応アルバイトの松井君にどれでもお前が注ぎ込みやすいところというふうにリクエストは出していたんですけれども、福井さんの方じゃなかった。いや、この後またいろいろチャンスありますので、はい、ぜひ最後まで聞いてください。はい、どうもありがとうございました。それでは行ってみたいと思います。タイトルコール、一応日からのアップス、深夜のバカ力から消費率アップキャンペーン第1弾、一応日サンタのクリスマスプレゼントスペシャル。松江君、ちまつりです。どういうこと、あれほどどの家に行ってもいいけど静かに待てとあれほど言ったんですけどもね、私岩崎君がですね、外でジャラジャラ聞こえますよって言った時点でですね、何のための企画会議だったのかということでですね、松江君、20キロ分の一円玉をですね、岩崎さん家まで持ってったのは偉かったんですけども、それがあなたの最後の仕事になりました。帰ってこなくて結構です。ということでですね、今日はですね、こんな形で、これだけじゃないですよ、いろんな形でバンバンクリスマスプレゼントを現金から、それからあなたの希望する商品からですね、いろんなものが当たるスペシャルになっております。賞金総額が全部で15万円。こんなにちゃんとプレゼントをやったの初めてだと思いますよ。だってね、それは今お父さんも起きちゃったし玄関も大変だと思いますけど、てか松江君はお父さんには怒られるわ、帰るところはないわ、今大変なことなんですけれども、ちゃんと2万円ですからね。1円玉は本当の1円玉なんですよ。今までのプレゼントでは、桜のチップでできた一円玉っていう、日本ではもう通用しないやつが大体ね、入れられてたんですけども、今回はちゃんとアルミの一円玉ですから、ちゃんと2万円になりますんで、はがきすごかったよね。事前にいただきましたプレゼント希望のはがきがですね、多分2000枚ぐらい来ております。みかんのボール箱にきちんといっぱいになるぐらいは来ておりますんで、この中からガンガンですね、当選者、番組中にも何人もの当選者が出ますんで、本当にね、楽しみにしてもらいたいですね。またですね、今日初めてこの企画を知った人に向けてのですね、電話でのプレゼントなんかもありますんで、ぜひぜひそちらの方もフルって参加してください。おっと、これ交換音 CD 集スポーツより、鮮度6、面ランダーが聞こえてきたということは、そうです。プレゼントチャンス。何度も言うようにですね、ベルとか鳴らないで、
ならないですから。ポンポンが何かしらになりますから、クリスマスらしいものって一応リクエストは出したんですけど、交換を CD 集スポーツで剣道、ね、聞こえました。さあ、今度のプレゼントチャンスはですね、ハガキを出しそびれちゃった人。もしくは、今日初めてこの企画を聞いた人、ハガキを出したけど、こう、黒柳さんが食べてしまって、ちょっとやめ、この黒柳、まあ、あの黒柳様のインクの毒に当たって死んではいるんですけれども、まあ、ハガキが届くわけではないですから、どうしたらいいのよ。恨んでも恨みきれないやん。そういう、後継ボーイ。いや、ギリギリガールズに朗報、来て、クリスマス、おっぱい、セレフォン。なんとですね、電話をかけた人の中から抽選でですね、2人の方に現金5000円が当たるという、まあこれ神様のようなですね、企画ですよ。街を歩いてて5000円が当たることってあります？あります？たまに人工衛星の燃料電池の角っこが当たる時があるんですけども、上から落っこって熱いなんてありますけれども、当たるんですよ、現金5000円が。ルール簡単です。この後発表される電話番号に電話をかけてください。で、一応クリスマススペシャルということで、電話を送って取ってくれるオペレーターもですね、日頃よりも大増員して、10名の方をブッキングします。10名のテレフォンオペレーターが待機しております。ただしかし残念ながらですね、その10名中9名はですね、おっぱいしか喋れないようにちょいとブレインをいじくってありますんで、運よく10人中1人をですね、ちゃんとしたオペレーターに電話つながった人、そこで初めて登録ができます。で、その中からさらに抽選で、2名の方にですね、後ほど番組中電話をかけた時に、電話を取った方は、当たった方は力の限り電話口で、おっぱいおっぱいおっぱいと叫んでください。でその音量が指定に達したところで5000円ゲットですよ。ね、だから指定がどれぐらいか言えないんですけれども、一応おっぱいメーターっていうのを特に着付けてありますので、そこにきちんと達したら初めて5000円ゲットですね。だから電話をかけたのに出ない、ね、寝ちゃったね。あと、おっぱいとは言ってるんだけれども、うつむいて小さい声で反感で言っているね。これはもう全然規定に達してませんか。おっぱい泣きながらは OK です。泣きながらの方がいいです。あとおっぱいとかおっぱいとかね、おぱいとかはダメですから。これはコンピューター誕生してくれませんので、あとおっぱい以外のこと言ってもこれダメです。私がもう申し訳って言ったらもうおっぱいおっぱいずーっと言ってください、ね、しっかりです。もしおっぱい以外のこと言ったらよくね、たまに電話取ったらもしもしとかいう、こう、非常識な人がいるじゃないですか。そういう方はもう絶対5000円当たりませんので注意してください。まずはとにかくその10分の1の、ね、ちゃんとした人に電話をつなげなきゃなりません。それでは、受付電話番号を発表します。東京03、よくじゃない、東京03、3582-1111。東京03、3582-1111番です。それでは行きましょう。クリスマス、おっぱいテレフォン、用意これ掴んでますね、今すごい勢いで外れがみんな掴んでおります。とにかく一回登録した人はもうかけなくていいです。とにかく何度も登録しなくていいですから、おっぱいが当たっちゃったら電話切ってまたかけるというシステムにしてください。これテレフォンセンターの音ですから、大沢ゆりさんの番組のテレフォンセンターとかとはちょっと違ってるんですけれども、だから10人中9人よねがね、もうおっぱいって言うのが気が済まない人ですから。あと中にですね、一人おっぱいが気に入ってずっと聞いてる方いらっしゃるそうなんですけれども、電話混み合ってますので切ってください。おっぱい出た時はちゃんと切ってですね、ちゃんと次のがちゃんとから当たるまで電話をどんどんかけてください。お願いいたします。はい、ね、一応これだけ豪華なことをやってるっていうのはぶっちゃけた話ね、あれですよ、スペシャルウィークだからですよ。それはね、聴取率もどんどんアップしてもらいたいわけじゃないですか。それでここまで盛り上げてるのにこんな言い方なんなんですけれども、きつくなのね、いやいや、みんながじゃなくて、最近ね、この番組の業界外の聴取率が高すぎ。結構意外な、この間ね、NHK で、日本人の質問っていうさ、すごい真面目なさ、やつ、あんじゃ真面目なクイズ番組あるじゃないですか。あれ出てたら、多分構成のクイズのライターをやってる人じゃないかな。その人が自分のこう、ロビーで一緒のソファーに座って、
こう、本番を待ってたら、その人が財布の中からつまんで俺に小銭を見てて、あ、なんだろう、ジュース買ってこいってことかなと思って、俺もほら、すり込まれてるものがあるから、すぐに買いに行こうとしたんだけど、おすりコインなんだよ。だから30、もっと上か30前後ぐらいの人なんだけど、お尻コインを持ってニヤッと笑って NHK の中を去ってったから、これはね、間違いなくね、この番組のね、リスナーなわけですよ。そうすると、日本人の質問のスタッフが一人聞いてるってことは、ね、優勝してもらうジグゾーパズルがいらねえとか言えなくなるわけですよ。欲しいしね。すごい欲しいし。もう家に3個ぐらいあるけど、捨てるに捨てらんねえよ。素直の中途半端に似た似顔絵みたいな話はもう二度とご発動なんですよ。ね、ええ、今映画キャンペーン中、今映画のキャンペーンをさりげなく入れたんですけれども、なわけじゃないですか。その人を聞いてると若田さんにもうちょっとギャグが一つ得るわけじゃないですか。あとね、あの人なんつったっけ、ファイト一発かなんかの人だと思うんだよ、ね、渡辺なんていうんだ、あの人、渡辺博之、あの色黒の結構スポーツマンの分かりやすい男がいる人、わっ俺だったら、俺同じ方だ、ハンサムってあだ名つける感じの人、なんつうんだよ。渡辺さんの、と、渡辺博之さんと、一緒の番組に出たのよ。踊るさんま御殿に出たら、踊るさんま御殿でもお笑い班、俳優班とかさ、男前班とかいる中で、渡辺博之さんは基本的に男前班じゃないですか。だから、僕とはそんなに話す話題とか全然ないわけですよ。ずっと横寄ってきて、娘さんがすごい聞いてるらしくて。わ、いくつぐらいなんだろう、わ、ハンサムなのかな、娘さんも。だから、ね、娘さんがいつもすごい聞いてるって聞いて、っていうことは、年頃のお嬢さんは、お父さんをハンサム、ハハっていう感じなのは嫌じゃないですか、ね、今時ハンサムかよっていうことはね、ダメじゃないですか。ですから、もうこの番組で二度とそのことは言えないんですよ。ね、で、極めつけ。この間、王様のブランチ、レギュラーですよ、出て。で、まあ、王様のブランチに出てる俺っていうのは、本当の俺じゃないですか。俺はなぜ芸能界に入ったかって言ったら、ブランチしたかったからなわけですよ。で、今でも目標にしてるのは寺脇康文さんで、いつも寺脇さんを陰で今、なんていうのかな、左サイドバックとして支えてることに今、いつもすごく嬉しくて、で、こう、次は食コーナーですとか、お買い物スタートとかいう時にカメラに映ってなくてもポーズをしてたりとかね。あと、姫が倒れ、いつ倒れても俺が代わりをできるように衣装を持ってたりとかしてるわけですよ。ポスト橋の笑みって言われるのが今一番嬉しいわけ、俺としては。っていう番組だから、なんだ、この番組でさ、無理に俺がさ、こうなんていうのかな、ちょっと悪ぶってるとか、悪ぶってるじゃない。無理に、なんか毒され球団な話をするじゃないですか、割と。は、全然、ブランチの連中で知られたくないわけですよ。にもかかわらず、ブランコの安倍ちゃんが、なんか聞いたらしいんだよね。ほいで、ブランコの安倍ちゃんは、うちの神さんの誕生日にプレゼントをくれるぐらいすごくいい子なんですよ。ほいでいて、で、うちの神ちゃんは、もううちの神ちゃんは、そのプレゼントもらったお礼にヨーロッパ土産を安倍ちゃんに買ってくるみたいな。でいて、で、俺はその、神さん頼まれて安倍ちゃんに、その神さんからって言ってヨーロッパ土産を持って行ったら、安倍ちゃんが怯えてるんですよ。おかしいじゃないですか。これから俺が姫になった時には一緒にディスカウントショップに、ディスカウントショップで安いブランド品が欲しいのとかを一緒に行かなきゃならない相手なのに、ブルブルブルっていう感じ、今流行語で言うか、ブルってんの。ねえ、テルは TEL。ねえ、で、どうしたんだろうと思って聞いたら、こう、先週の月曜日たまたま番組聞いたんです。ドキ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 って感じやんか。ほいで、安倍ちゃんは、あなたドグサレ球団とは言いませんよ。それは言わないですけど、安倍ちゃん気使った結果、違う人みたいですね。タタ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 タって言ってた。廊下を。どうすんのよ。もちろん姫の走り方追っかけたから。ほら、姫でちょこ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 って言うんで追っかけたから、これから、なんつうんだよ、映画表いうやつのクレイジー、こんなクレイジーぶりとかの話はもうできないわけじゃないですか。お前それ頭に乗っかってっからファッションだって、そこに乗っかったらお前チンキなモヤモヤだろみたいな。そういう話はもうできないんですよ、二度と。まあ思ってもいないし。で、また、花ちゃん、
カナちゃん、カナちゃんと、なんで俺もまたさ、このブランチ終わったらさ、今日、カナちゃんと、対談ですって、雑誌で対談して話したら、カナちゃんが最後にさ、番組聞きます、なんて。言われて、もうなんかその時に俺は緊張しちゃって、めっそもないですって言ったら、もうええ、俺ええのみたいな、そういう状況になっちゃって、他にもどうもね、この番組をね、業界内の人ね、漫画家さんが気に入ったりとかね、なんかこの間ももらいましたけど、ルローニケンシンってさ、まあ俺、最近漫画あんま読んでませんので、ルローニケンシンって多分カムイ外伝みたいなやつだと思うんですけども、ちょっと違いますか？え？ボッポンみたいなやつ？いや、ジャンプはもう俺最近読んでないんで、これはもう正直に言いますけど、ジャンプはもう割と前に卒業しちゃったら見てないんですけど、この、ルローニケンシンを書いてる人が、単行本の巻末に、ダメ人間だもの。で、ポソッと書いてあるから、書いてあったらしくて、っていうことは、この番組を聞いてくれてるわけじゃないですか。これがね、そうすると、俺今までルローニケンシンに関してはあんまり言ったことないよね、何も言ったことないよね。だから、少年ジャンプに関しては、もう結構なことを俺は言ってると思うんだよね。なんか、愛、友情、ずんだ餅の3連続の漫画をごめんぐらいのことは言ってきたけど、これからはもう言えないとか、それがね、ちょっとね、恐ろしいんですよ、今。これもそれで、交換を CD 集、群衆より、警戒市場、かっこ、照り、が聞こえたということは、お待たせいたしました。このプレゼントチャンスの中でもですね、一番皆さんが楽しみに待っている企画がやってまいりました。題してあなたのお好きな品物をあなたにプレゼント、ハッブスクリスマスプレゼント。これはですね、いわゆるクリスマス会の要領でどんどんプレゼントを当てていきたいと思います。今からハガキを選びます。で、まずはですね、プレゼント、よく聞いてください。まずはプレゼントの商品を選ぶハガキ。わかりますか？まず最初に選んだハガキに書いてある商品を、次に選んだ人にあげるっていうシステムになってますから。今なんか全国から話が違うみたいなトーン。今聞いてた、ちゃんと。二度と言わないからよく聞いてよ。まず、あなたの欲しいプレゼントを、ということだから、まずこう、プレゼントのハガキ聞きますよね。で、あなたのハガキを例えば引かれた。あなたの欲しいプレゼントが決まった。ね、あなたは、これが欲しいんだ。納得した。で、はい、わかりましたっていうことで、次のハガキを、ね、聞きます。で、その人、そのあなたにあげる。あれ？わかんない？先週もそう言ってたよね、俺ね。じゃあ、ポーズつけようか。じゃあ、俺の言う通りのポーズして。まず人を指さすポーズをしてください、右手で。それで、自分の右側を指さして、あなたの欲しい商品をって言い終わったら次は、左側を指さして、あなたにあげます。ほら、わかった？もうずっとやってたよね、先週もね。先々週もね。あー！出ねえんだ！まあ、少々の誤解が生じたかもしれませんが、プレゼントはプレゼントですから、この辺ざっとやっていきたいと思います。それではですね、まずはですね、プレゼントの商品選びということで、最初は結構テレビゲーム系からね、すごい変わったもんまで割とバラエティー飛んでます。あのね、千差万別、十人十色の、じゃあ、これ行きましょう。ですね、ペンネーム本名 OK グリーンウェルさんがですね、欲しいもの、東京マルイのベネリ M3 スーパー90、よし、これ、悪の強いもんがいいね。でもね、何、マシンガン系、こんなに、エアガン欲しい系はいっぱいいましたからね。これはね、いいんですよ。てか、この本名 OK グリーンウェルさんはどう思うか知りませんけども。てか、じゃあ、ぶっちゃけ話しようか。この、東京マルイのベネリ M3 スーパー90が当たるチャンスがある人は、この箱の中にもいっぱいいますけれども、一人だけ当たらない人がいます。それはあなただ。それはあなたなんです。だってもう取っちゃいましたから、ちょっとじゃあ電話でご感想の方を伺ってみたいと思うんですが、いや、いいことはプレゼントをするときにどういうものを選ぶかっていうと、自分が今一番欲しいものをプレゼントするのが人が喜ぶってことですからね。それをどうせあげるんだからとか選び方おかしいわけですから、
じゃあさっとここで行きましょう。本名 OK、グリーンアルさん、群馬の方ですね。今どういう気持ちなのかな。何年番組やっても生で電話かけるのになれるな、これ。もしもし。ラジオ聞いてましたか？聞いてました。東京マルイのベネル M3 スーパー90が、これ今めちゃくちゃ欲しい。まあ。ねえ、おめでとう。それが誰かに当たる。やったで、君のハガキはこれ誰かに当たるって分かった時点で、読み終わった箱に入れちゃうんで、もう何も。やったじゃあねじゃあお尻コインとかじゃあ、いじられた尻穴を。いじられた尻穴を他の人に当たっちゃったんで、じゃあもう残念があってね、ありがとう、バイバーイ。さあ、電話完了です。電話完了。この電話は何の意味があるの。これだって喜びの声とかありえませんから。さあ、もう一回見せた東京マルイの、なんだっけ俺、東京マルイの、まあ私もこのエアガン、東京マルイのエアガン持ってますけど、これはエアガンマニアにはね、東京といえばマルイですよ、ね、マルイといえば東京ですよ。マルイインテリア館なんていうやつはエアガンマニアにはいませんから、マルイってだから、ああ東京マルイね、なんてね、ゴジラのラジコンなんかも作ってるところね、なんていうことですから。ベネリ M3 スーパー90、定価は 22,800 円ですけれども、専門店ではもう少し安く2万円を切る値段で売ってました。これが当たる人、行きましょう。さあ、女の子が喜ぶだよ。女イエーイ、行きましょう。このですね、東京マルイのですね、ベネリ M3 スーパー90が当たったのはですね、松戸市のですね、まゆみさん。30歳一人暮らしの方。欲しいものは、ミッフィーの特大ぬいぐるみ、9000円ぐらい。その他ミッフィーグッズなら何でもいいね。残念、惜しい。東京マルイのね、ベネリ M3 スーパー90だった。だから、一応、それなりに、ミッフィーとかああいうぬいぐるみだとか人形っていうのは想像力のものだから、だからミッフィーがこうやってグーグー寝てるところに、丸いのそのベネリ M3 をこうやって持って入ってきて、遊ぼうなんて言えば、うまくこう交流すれば、なんとかなりますから、じゃあちょっと電話で喜びの声を聞いてみましょうか。こちら。女性の一人暮らしに電話かけるの緊張するな。なんかね、もしもし、はい、ラジオ聞いてましたか。マユミさんですか。はい、おめでとう、ありがとうございます。あれ、なんでちょっと暗いのかな。え、ミフィグッズ欲しかったんでしょ。ええ、ミフィちゃん好き。はい、ミフィちゃんとちょっと違うんだけど、はい、似た風味のやつだから。ありがとうございます。おもちゃ屋っていうジャンルでは同じなんで、はい、ベネリー M3 スーパー90、はい、お送りしますんで。はい、なーねー、メリークリスマス。やって、よし、さあ、ということで、俺はなんてリスナー思いなんだろう。そんなね、一人暮らししてるわけじゃないですか、女性で一人暮らしやってて、なかなかね、彼氏以外からプレゼントをもらえるなんてないですよ。伊集院サンタがね、だってほら、ミッフィー、似てるもん。似てるもん。言いようによっては上手に似てますんで、いいじゃないですか。大体ね、世の中にはね、私はちょっと説教してますよ。電話切ったとなんですけども、あんまり嬉しそうな声じゃなかったじゃないですか、まゆみさんは。まゆみさん聞いてください。世の中には、クリスマスプレゼントは欲しくとも、もらえない、さっき電話した男の方とかがいるわけですから、もらえるだけありがたいですから。だから、白いマジックでミッフィーの絵とかを描いて、ね、うまく使えば使えますんで、これ面白いので、また後で、ね、やりますんで、応募してくれた方、皆さんにチャンスがありますんで、お楽しみに。早押しクイズ、999の9の 999の9に行こうと思ったんだけど、これ交換音 CD 集、街の音より小さな印刷工場 B が出た。ということは、ブー、ブー、
セントガーン。他の音が出たんならまだしもですね、交換音 CD 集、街の音より小さな印刷工場 B が出ちゃうんだから、これはもうね、プレゼントチャンスに行くしかないんですよ。また現生出ます。また現生です。現生ジェニッコ、2万円、2万円が当たるそのチャンスとは題して、クリスマスびっくりドッキリプレゼント。コンセプトはもう簡単です。とにかくプレゼントを一覧やってびっくりさせてあげようっていうコンセプトですね。ルールも簡単です。今から当選者に電話をかけて、電話に出たら、もう2万円ゲットですよ。もうびっくりしゃっくりですよ。もう天津山栗の黒いやつですよ。ねえ、噛んでも全く爽快感のないやつですよ。シューってやつですよ。ねえ、さあ当たった人は当選者ですが、たくさんのおはがきの中からこの方選ばせていただきました。沖縄県、浦添市、これ宝っていうの、宝直し、17歳、さあ電話には出るんでしょうか。早速ここからスタジオの中で電話かけてみたいと思います。うわ、初めて押したよっていう感じの。結構さ、ベテランの DJ とかってさ、こう、喋りながら、つらつら押せるのに、なんで俺は。さあ、電話に出るんでしょう。はい。もしもし、もしもし、あ、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。何をしたんですか。そうですね。聞いてましたか。ちょっと。ちょっと聞いてましたか。はい。今、結構びっくりしてる。いや、別に。全然。はい。びっくりしないんだ。あ、びっくり。びっくり。びっくり。だって、2万円当たったんだよ。え、マジで。マジでマジで。あ、やった。2万円、正解おめでとう。今のお気持ちはどうですか。お母さんに教えてあげたいです。お母さんに教えてあげたい、はい、今2万円当たったんですよって、はい、何使いたいですか。ベビースターラーメンをいっぱい買って、はい、沖縄暑いですか。寒いですよ。あ、沖縄そんな暑くないんですか。暑いです。暑いんですか。はい、電話のそばにマウンテンバイクがあって邪魔じゃないですか。何でわかるんですか。カンカン、噛んで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 。マジですよ。え、あ、ほんと？なんでなるんです。うっそ、はい、マウンテンバイク何、外に置いとくと汚れるから。はい。マンションの3階なのに上まで持ってくの。何言ってるんですか。何が何が。3階ですよ。え、3階なの。はい。あ、すっげー。え、じゃあさ、ベビーサーラーメン買うときはさ、はい、あ、近所のうちわスーパーで買ったりするのか。なんで。いや、何でだって。なんかびっくりプレゼントとかしてしょうがないんだよね。いや、ほんとびっくりですよ。うちはスーパーのそばだからね。若干。若干そばだもんね。はい。へぇー。じゃないっすよ。なんで、四人兄弟。なんで机の上にビーズの写真があったる。え？いや、びっくりプレゼントだからそうやって、ってびっくりしてもらって当然なんだよね。本当に。冗談じゃなくてさ。いや、もう一個噛んでいこうか。はい。小学校6年の時にさ、書いた習字、改正っていう、心よく晴れる汚いね、字がね。いや、卒業文集がさ、机のさ、本棚の右のさ、下の段の中央ぐらいにあるじゃん。はい。読んだよ、文集。いや、読んだとかって、そういうのないですよ。読んだ。6年生になったら成績オール3にしたいなんて、目標を。びっくりしてる。じゃあ、2万円を、はい、送るとほら、クリスマスまで間に合わないと悪いから、はい、今あげるんで、机の上にさ、はい、小学校の時のさ、卒業証書の筒があるじゃん。え？あ、机の上にですか？机の上。はい。二つ筒がある方の右の方。それ開けてみ、今。あ、ちょっと待ってください。ちょっと持ってきて開けてみ。びっくりしてる。びっくりプレゼントだから。しょうがないよ、これ。びっくりさせるためのことだから。早く戻ってきてくんないかな。なんかね、玄関にね、マウンテンバイクを入れとくのが直しくんの日課だから。はい。それ開けてみて。あ、はい。開く？あ、ちょっと待ってください。うん。はい。中入ってる？普通の。全部出すと。症状だけですよ。症状、何があった？2万円入ってます。2万円
言ってんだろ。それプレゼントだから。おめでとう。おめでとうね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい、来て。びっくり。びっくりプレゼントだから。なんで俺の部屋の中の事情にって今。多分今電話切ってからもう、びっくりしてんだろうね、相当ね。一番最初の反応好きだったわ。お前でも前にマウンテンバイクって邪魔じゃねえって言われた時に、多分俺が逆側の立場だったら、周りを見るね。見てるっていう感じの。そう、でもね、俺も結構勘が最近冴えてきたからね、こういうのできるようになってきたんだけども、ね。あれ一回やりたかったよ、このプレゼントは。な、まあ、うまいシステムはどういうシステムかまあ多くは言いませんけれども、よくさ北海道とか沖縄とかで参加してる人ってさ、それは東京にしか絶対当たらないんだとかって思ったりするじゃんさ、まんまとびっくりしてるよ、うちまスーパーの話。何ですか何ですかって俺勘だよって言ったらすげえっていう感じだったからね。うわぁ、もしかしたらこれ上手に使うことで新興宗教が起こせるかと思うぐらいの驚きっぷりですよね。ねえ、嬉しいわ。あれぐらい驚いてもらうとね、ジャックポットの時100万嬉しいもん。ジャックポットで、表でジャラジャラ音がしますけどって言われた時の、全員ががっかりっていうのに比べたら、万歳。以上、クリスマスびっくりドッキリプレゼントでした。また交換音 CD 集より正解値はスリーが聞こえたということはあれですね。プレッセプレッセプレップレップレゼンゼンツチュール。僕のプレゼントチャンスが原型をとどめていなかったおかげでですね、エンジニアサイドにもこんなを招いていますけれども、正確に発音しますとプレゼントチャンス、チャンスじゃねえじゃん、プレゼントチャンスでございます。さあ、プレゼントチャンス、ここでのプレゼントチャンスはそうです、先ほども正解一番になった時はこれでした。題して、あなたのお好きなものをあなたにプレゼント。振りってみんな覚えましたね。指を右と左で振り分けながら、あなたのお好きなものを逆向いてあなたにプレゼント、アップスクリスマスプレゼント。さあ、先ほどはですね、明日だって極まりのね、七でですね、誰もが喜ぶプレゼントをチョイスしたわけですけれども、簡単です。いっぱいもらったハガキを1枚引いてね、そこに書いてあった私の欲しいものっていうのが、商品になります今回。見て、そのハガキは破棄して、破棄して、次に引いた人にあげるということなんですが、この箱の中にですね、すべてのね、おハガキがあります。じゃあまずはですね、プレゼントの商品、商品はこちら。あ、女の子いっぱい聞いてんだね、おい。女性です。あのね、このプレゼントのハガキを見てね、意外に女性が聞いている。相当ね、深刻な嫁不足だと思ったんですけども、意外に聞いている、しかもお年頃、ペンネームマコさん21歳会社員東京で、やった、いいもの当てたよ、すごいよ、マジで。俺の引きに震えろよ、みんな。ペンネームマコさん、まあ、もう一回言ってきますよ。マコさん、あなたはもう当たりません。あなた商品ですけども、すごいの来てよ来てよ、この中からだよ。欲しいもの、天使のブラ、純白上限セット。いやー、おっとっと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 、まずマコさんに聞いてみましょうかね。マコさん、電話してみましょうかね。自分どういう気持ちなんでしょうか。さあ、それじゃあですね、電話かけてみたいと思います。11時以降だったらこちらにっていうことで、お年頃の女性ですよ。さあ、出てくれますでしょうか。もう遅いからね、会社勤めの人も寝てるかもしれないね。あ、寝てっかな。東京都練馬区天然馬子さん、もしもし。もしもし。やぶん、すいません。はい。私TBS ラジオと申しますけれども。は？ TBS ラジオと申しますけれども。はい。これお母様なのかな。そちらにですね、はい、マチコさんっていらっしゃいますか。いや、
何ですか？ラジオの今生放送中でプレゼントのおはがきをいただきまして、マチコさんからいただきまして、あれですか、夜中ですか？はは、夜中の番組です。夜中の番組です、はい。あ、今ですか？はいはいはい、はい、寝てた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 、はい、今出ますから。あ、ごめんなさい、すいませんね、お母様の夜中に申し訳ございません、非常識で、すいません、すいません、どうも、いえいえ、そら会社勤めだと寝てるよね。いやー、残念。はい、あのね、まこさんの欲しがったですね、天使のブラ上下セットなんですが、はい、これがまこさん以外の他人に当たることになりました。残念ながら、残念ながら、はい、これ僕こういうことあんまり詳しくないんですけれども、はい、どれぐらい値段するもんなんですか、これ。いや、上で、はい、上で、上ってのはかぶるやつですね。かぶるやつだよ。あ、頭に。はい、上で、6000か7000円。これ上下セットだと下はもうちょっと安いんですか？で、3000ぐらいで。はい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 。売ってるでしょ。あ、そうなの。じゃあちょっと安いですね。そうですね。これちょっとこれも大変例外的な形なんですけれども。はい。まこさんがとても欲しかった、天使のブラ上下セット。まこさんの手には一回も渡ってはいないわけですから、まこさんのものではないんですけど、それが他人に当たるってどういう気持ちなんですかね、これ。なんかこう、なんつったらいいんですかね、自分の持ち物を取られたみたいな感じってる、しかも下着っていうのどうなんでしょうね。当たった場合に、誰が買いに行くんだろうっていうのがちょっと楽しみだったんですけど。それもあったんですね。じゃあ俺買いくわ。俺買い行きますんで。で、まあ、残念なの、まこさんに何も当たらない上に落っこちちゃって、お母さんにはごめんなさいね。そうだわね。じゃあ、まこさんが夢にまで見た天使のブラはですね、男に多分当たります。どうもありがとうございました。はい、どうもでした。失礼します、はい。また聞いてください。はい。はい。そうだ、これ誰買いに行くんだ、誰買いに行くのかってちょっと問題あるよね。ほら、アルバイトみたいなの松江君が今日付けでクビになっちゃったじゃん。多分まだ、この周りぐるぐる回ったりするんだろうな。おちょんぼりしながらぐる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 回った。これは男引かなきゃ俺ダメだろ、絶対。絶対男引いてこその DJ だよね。だから今回、プレゼントに結構女子が多くて、3割いってる、3割はいってない？男性引く可能性は絶対高いはずなんですよ。それでも高いはずなんですけど。いきますよ、いきますよ。皆さん、みんなで男コールお願いします。もしくは、俺って当たってほしい。で、天使のブーラーをつけたかった人、いや、やったー、男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 、当たりましたよ。ですね、東京都葛飾区の、本名 OK、斉藤壮さん。ね、18歳、あ、もう一番天使のブラが欲しい時ですよ。あ、もうね、何枚あってもいい時期ですよね、この頃はね、毎日ね。しかもですね、今、見てると、まこさんの花書きの方に、天使のブラ純白上下セット。で、上がですね、D の65、下が M、で、ティーバックタイプとノーマルタイプを2枚って書いてありますので、かなりいろんなバリエーションで、楽しめます。しかもですね、当たった方がもともと欲しかったものを見ましょうか。もともと欲しかったものが、番組スタッフの皆さんこんばんは。つい最近パワーマッキントッシュ 7690Hz に OS9 をインストールしたのですが、新しい OS のせいか非常に重く動作が遅くなってしまいました。そこでもらいたい2万円以内のものはパワーロジックジャパン社から出ているパワーホース G3250-125-512K という CPU ですよ。コンピューターの Mac のドーターボード変交換する G3 の CPU ですよ。ごめん、変わっちゃった。あんまり動作には関係なくなっちゃった。マッチに巻いても関係ないのになっちゃいました。じゃあちょっと電話繋いでみましょう。喜びの声は斉藤壮さん、出てください。いきますよ。よし。さあ、出るか。もしもし。どうも、斉藤君、おめでとう。7690だったら、つくと思うんだよね。スピード2倍ですよ。うまく入れればね。いや、もう。もう笑うしかないもん。
めえ。親にあげます。なんの親にあげても親もびっくりするよ。だってさ、親が B の65かどうかわかんないしね、大体ね。大体さ、男、俺も、おふくろはいますけど、大体、おふくろのブラサイズなんてわかんねえし、大体が。これ送りますんで、はい、頑張ってください、番組。で、しかもですね、はい、あなたのお名前、はい、宛先はあなたのお名前で、一応、小包に届くと思うんですが、はい、中の品物のところにはブラジャーと。形で送らせていただきますんで、はい、で、しかも送り主をバコとかさせていただきますので、何を、うちの子何をって話になりますけれども、どうぞ、はい、かぶったり、振り回したり、ね、それからあと、小指に引っ掛けて遠心力でぐるぐる回したりとかですね、そういうことも可能ですから、はい、使ってみてください。はい、ね、僕もマックが好きなので、はい、この G3 の、ドーターボードが欲しいという気持ちはすごくよくわかります。はい、私は一応9633でですね、G3 の、新しいボードが欲しいんですけども、はい、手あげませんので、あえてブラですので、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼いたします。今日は俺はね、本当に意識してる。あのさ、つくづく思うけど、他人が欲しいもので欲しいものっていうのは、なんつったのかな、その人以外に本当に効力を持たないことが多いね。この人はそれ欲しかったんでしょうけどね。逆でも面白かったけどね。全然マックも何にも持ってなくてさ、今ブラが欲しい人のところにさ、CPU だからね。引く先に CPU をつけるしかもうないんでしょ。G3 を。ねえ。歌なのかと思っちゃうけど、いくらで。これは、交換音CD集、競技場より、ボーリング場。まあ、聞こえてきたということはもしかしたらあれですか。そうです。プレッシャープレゼントの仕方をしてまいりましたが、続いてはですね、続いてのプレゼント企画タイトルはこちらです。クリスマス、天使が舞い降りたのは俺なのか。プレゼント、大変ロマンチックなタイトルのプレゼント企画なんですけども、これはですね、またもや現金が2万円も当たるプレゼントなんですけども、実はですね、先週の末ですね、当選者がもう決まりまして、当選者のもとにですね、天使が迷いました。でいて、その天使からの情報に従って、今からですね、ヒントを出します。で、こうヒントを聞いていくうちに、これ俺かっていう、こう、天使いたのか。それはね、なかなか天使はね、日頃見えないもんなんですけれども、いたのか、これ俺かっていう気づいた人が当選という形になります。気づいて、なおかつ今この番組を聞いていた人が当選という形になりますね。天使からの報告によるとですね、金曜日の午前中にコインランドリーに行って、シカゴベアーズの T シャツ、これアメフトのチームらしいんですけども、これを洗ってるところの天使を見たと。その時に周りの天使がブル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 飛んでたらしいんですよね。あれ、あなたじゃないんですか、今ラジオ聞いたら。あれ俺か。今そういう状況になってる。2万円ですよ。現生2万円ですよ、2万円ですよ。それからですね、天使ってのはいきなりプレゼントをするもんで、土曜日に天使が、あなたの家の、郵便ポストの上に、まあ、共同郵便ポストみたいになってるらしいんですけども、住んでるのが、こう、マンション、アパートなんで、その共同郵便ポストの上に、真っ赤な冷やしんすを置いた。らしいんですよ。これ天使が置いたんですって。お花をどうぞ。ブル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 って、ね、松上っていう名前の今は亡き天使なんですけれども、が置いたらしいんですよね。で、それからですね、土曜日の、3時頃、これ天使からの報告によると、お家からものすごいカレーの匂いがしたっていうことなんで、土曜の夕方に飯カレー食ってんじゃないかっていうことですかね。さあ、これね、これもう俺なんだって気づいたところでですね、このスタジオまで電話をください。で、その電話番号なんですが、あなたの家の、郵便ポストに、電話番号が、郵便ポストのこう下の裏側っていうのかな。ね。郵便ポストの、こう、
下の裏側に、開けた上側の裏のところに、電話番号が貼ってあるので、そこに電話をかけると、ここに繋がるんだ。ここに繋がることになってますよ。これもう、あなたなんです。じゃあ、他にもちょっとですね、ヒント出しておきましょうか。ヒントはですね、ゲームセンターで、金曜日ですね、エレベーターアクションリターンズを2時間もやっていたっていう、これ。その時もあなたゲームに熱中しましたが、周りの天使が、プル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 って飛んでました。電話鳴りませんね。それからですね、あとですね、その金曜日のゲームセンターに行く前なんですけれども、散歩にどうも1時頃から出かけたらしいんですが、駅にして3駅分もこう散歩している。しかも途中、本屋で、ガテンとジャマールを立ち読みしていたっていうのこれ、天使から。すいませんね。これ、あなたですよ。あなたの家の、こう、共同の郵便ポストですよね。郵便ポストの、を開けて、その裏側に、電話番号が貼ってあるところなんですけどもね。そして最後のヒントですよ。最後のヒントは音声によるヒントなんですけれども、日曜日の夜、あなたの家の前で、こんな珍奇な行動をしている人がいたと。思うんですよ、はい、あれは天使のモーニング娘。の歌ですから、そうだ、洗濯物干してた時に、はい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 、歩いてた人が歌ってたんで、あ、じゃあ見られてるんですか天使。いや、声があるんで見れなかったんですけど、あ、前のところに、はい、歌だけはっきり聞こえたんで、右から左にステレオで移動してるのが分かったんですか。わかりました。なんか歌ってると、どこの人かなと思って。あ、そうですか。日曜日の午後に、近所で踏切事故が30分ぐらい起きてたと。それ気づきましたか？あ、なんか救急車がピーポーピーポーって。この3日間ぐらいですね、周りをずっと天使が。おめえはついてろっていうことになったら、天使に一応。なもう、逐一報告してくれってことになったんで。いや、やばいことしなくてよかったですよ。いや、もちろんやばいことがあった場合には、当選者を変える予定だったんですけど、あまりにまずい場合に、引く場合には変えようと思ったんですけれども、はい、これ2万円ですよ。ありがとうございます。ちゃんとお送りいたしますので、はい、ぜひエレベーターアクションリターンズを。はい、それだけちょっとわかんないんですけど。エレベーターアクションリターンズやってないんですか？いや、やりたい、ファミコンのは持ってるんですけど。いや、ですね、電子情報によると、はい、金曜日にゲームセンター行きました？金曜日ですか？はい。あれ、金曜日は行ってないんですけど。中村橋の駅のそば。はいはいはい。行きましたか？はい。そこでエレベーターアクションに行ったんですよ、ゲームを。ああ、そうか、あれはエスカレーターアクションじゃなかったかな。エスカレーターアクションじゃなかったかな。あ、じゃあゲーム名がちょっと違ったんですね。はい。じゃあ2万円お送りしますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。東伊豆、大事にしてください。わかりました。どうもありがとうございました。どうも。天使大変だったらしいですよ。天使が一応周りで、誰もいないと思っていても、どこかでエンゼルが見つめていたんですけども、このエンゼルがですね、急に日曜日の午後になって腹を壊すらしくてですね、この当選者のですね、今の何さん、ペンネーム何さんでしたっけ、ペンネームブリトーさんのですね、家のすぐそばでノムソを垂れたりとかですね、大変な天使っぷりなんですよ、パンツを捨てたりとかですね、大変な天使っぷりだったらしいんですけど、まあ喜んでいただければね、これ幸いですからね、びっくりするんだろうな、でも、電話番号ありましたから。ねえ、ということで、さあ、まだいくつかですね、プレゼントのチャンスはありますのでね、この後楽しみにしててください。
いやー、しかし、この今日のスペシャルでいろんな人にこうプレゼント当たってるわけじゃないですか。喜んでる人はどれぐらいで、悲しんでる人はどれぐらいっていう係数でいくと、今回に関しては相当喜んでますよね。悲しんでる人って誰だ？まあ、丸の ライフルが当たっちゃった女の子は、でも悲しむ筋合いのことじゃないよな。男は割とブラーもらった、ほら、裏返しにして壁にかけて観葉植物とか、こじんまりとしたハーブなんか植えたりするのには、割とブラはいいですから、別に悲しむことじゃないじゃないですか。ないよりはあった方が。ないよりはあった方がいいことですか。今回、悲しみケースすごく少ないんで、ちょっと悲しませましょう。さあ、それでは、音が。これですね、交換音祭りからですね、大人みこしということで、これが鳴ったということは、プレゼンチャンス！ガキを出したのにここまで何にも当選していないという人のためのチャンスがやってまいりました。題してクリスマスダブルチャンスプレゼント！よー、伊集院さんの言う通り希望の招集会でハガキを出すのに当たんなかった。しろっていう小方、ちょっと待った、お友達から。さあ、都立広北高校は落ちたけれども、足立新年に補欠で合格した伊集院さんだ。フィンランド出身がですね、素敵なダブルチャンスをご用意いたしました。確かにあなたの希望する商品がないかもしれない。またそれが買える現金ではないかもしれませんが、素敵な商品が当たるダブルチャンスですよ。ね。インスタント宝くじ外れてもお楽しみ抽選番号ってのがあって、あそこでまた新たな方が当たると同じことで、ダブルチャンスの商品をですね、たくさん用意しております。まずはこちらです。カニの甲羅です。100個です。カニの甲羅なんですけど、あ、カニグラタンとかを大量に作る方は、これ、すごくいいと思いますよ。これ、本物のカニの、カニの甲羅ですから、なんか、カニせんべいみたいな。きちんとパンを取ることも可能かもしれませんけど、あんまり素人が手を出さない方がいいですよね、そういう。品質をなんかするとかしない方がいいと思うんですが、このですね、カニの甲羅、ちょうど100個。それでは、当たるのは誰でしょう？抽選参りましょう！じゃあ、カニの甲羅100個が当たったのはですね、この方ですね、千葉県の岩井さん。本当に欲しかったのはバーチャストライカー2です。どうぞ。いやね、カニの甲羅っていうのもね、ある意味バーチャストライカーですから、これ使いようによっては100個もあればバーチャストライカー2と同様の働きがありますんで、おめでとうございます。お送りいたします。さあ、これだけじゃないですよ。続いての商品はですね、こちらです。先週もご紹介してですね、ぜひ欲しいという人が多かった。こちらの、石5キロなんですが、これはですね、ディレクター松島さんのご好意によりですね、トリプルチャンスで15キロまで、今増えました。15キロが1名の方に当たります。それでは当たるのは誰でしょう？ドラムロール！さあ、今まで外れてた人全員にチャンスありますからね。16歳の方でですね、本当は、猫の餌の缶詰を2万円分欲しかったという、愛病家の京都の高岡太郎さん、おめでとうございます。よかった、猫飼ってらっしゃる方だと、猫のトイレっていうのは結構こう石が必要なんで、ただ1個あたりが相当でかい。これぐらいで大体大きさの石なんですけれども、個数にしたら相当なもんですよ。僕腰が悪いんで持たないようにするぐらいの量ありますからね。さあ、まだまだどんどん行きましょう。続いてはですね、やっとプレゼントできます。たまごっち200個。たまごっち200個なんですけども、手放したくないね。だけどクリスマスにプレゼントもらえないくらいにはかわいそうなので、こちら立ち上げたいと思います。ドラムロール！2万円で欲しいもの、録音再生付きのビデオという福岡の山口俊弘さん、おめでとうございます。山口俊弘さん、映像は出ま
ませんけれども、たまごっちは、ロック画はできないんですけれども、こう、200個もあると、後ろにこう、見ながらテレビの内容をメモすることで、後でこう思い出すことができますんで、油性ペンでたまごっちの裏に、男現れ、崖っぷちに進むとか書いていくと、それをこう、後で読み直すと、あ、なんとなくストーリーがわかるということがありますんで、たまごっちいいですよ。本当に使い捨てすることもできますし、あと、かなり電池が切れてますからね、もう、勉強になりますね、さあ、さらに行きましょう。続いてはですね、こちら。中年男性、あえ声カセット。ね。あえ声 MD ですね、これね。あえ声 MD、こちらの方はですね、しばらくの間、あはん、あはんっていう、中年男性の声の入ってる MD なんで、これはもうね、旅のお供に、ね、もしくはお子様の父離れにですね、絶対的にこう必要なものですから、誰が当たるでしょう、ドラムだ！あっ！ですね、群馬県にお住まいの、福地陽介さん18歳、本来欲しいものは、ときめきメモリアルということで、なんとかときめけないこともないかもしれない。が、まあ、努力は相当必要なんですけども、これも、ときめけ！ね、ときめきたい！ね、もう、ときめくんだって思っていけば、こう、なんとかなるかもしれません。まあ、第二希望は、桜井智さんのライブビデオということなんですけれども、まあ、頑張れば、そう見えなくもないっていうところありますんで、ぜひこのですね、中年男性、あえ声 MD の方をもらってください。さあ、それではですね、このダブルチャンスプレゼント、ラスト一人はですね、こちらです。西川のおばあちゃんの写真、ね、知らないおばあちゃんの写真ですか。ね、こちらが、当たる方、ドラムロール！いや、本当にね、お茶受けによし。急なお客様にっていうことですね。西川のおばあちゃんの写真ですが、こちら中学生聞いてんな。千葉県の、平本光一さん13歳。本来欲しかったもの、湘南純愛組という漫画本、全31巻が欲しいです。よろしくお願いします。1万5000円ぐらいです。GTO も買えるだけつけてねって書いてありますんで、まあ、GTO というわけにはいかないんですけれども、それに似たものということで、おばあちゃんの写真の方をですね、送らせていただきます。ダブルチャンスに当たった方どうもおめでとうございました。おっぱいテレフォン受付終了でございます。ということでですね、ずっとおっぱいおっぱい言ってもらったんですが、ここからはですね、抽選の方に行きたいと思います。おっぱいの人以外につながって登録した人の中から2名に5000円のチャンスが、今から電話かけます。で、電話がかかって取ったら、もうあなたはおっぱいしか言ってダメです。おっぱい以外のことをちょっとでも言ったら、これはもう5000円はなし、なしんこ。ね。でいて、大きな声で言わないとダメです。ある程度大きな音量が達したところで、こちらの方で、ファンファーレを鳴らします。そうすれば5000円ゲットということで、まずはですね、この方行きましょうかね。加納祐介さん。加納祐介さん、男性19歳、浪人生。浪人生ですよ。夜中家族は勉強してると思ってますよ。そこが電話が鳴ったと思ったら即出ておっぱいおっぱい言ってもらいますからね。参りますよ。さあ出てくださいね。出たらもしもしはダメですよ。もしもし言ったらもうその時点でダメですからね。 OK が出るまでおっぱいおっぱいを連呼してください。さあおっぱいテレフォンです。ん？出てよ。おっぱいまだですよ、まだですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ちゃんとすがすがしいおっぱいですよ。はい、ありがとうございます。大好きですから。おっぱい大好きですか。はい。今日はご家族とかは？今寝てます。ほら、そうでしょうね。今ちょっと動く音が。ありがとうございます。ご電話送りますんで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、氷の要領で言ってください。じゃ次の方も最後のプレゼントですから、もう当選者ファンファーレが鳴った後ももうおっぱい。僕はどんなこと話しかけてもおっぱい。ファンファーレ鳴ってからでも、おっぱい以外を言ったらもう、取り消しです。さあ、それでは、パンなんてやつだったらじゃあ。
どうぞ。高校生ですね。名前言わないでかけてみると、高校生で、高2で17歳。ね、17歳。ね。じゃあ、アキラとだけ言ってみましょうか。アキラとか行きますよ。電話切れるまでもおっぱいに叫ぶしかないですからね。アキラ。おっぱい。まだボリュームが小さいですね。今一番欲しいもの何？5000円あったら何買う？冬は寒いね。ご清聴ありがとうございます。この番組ダメ。この番組本当マジでやばいわ。さあ、それはね、あれだ、渡辺博之さんも心配するよ。娘がこんな番組聞いてたら。いやー、今日は徹底的にプレゼントに、プレゼントを重ねてきましたが、最後ご好評の、あなたの好きな商品があなたに当たるプレゼント。最後言ってみたいと思います。それでは、右を指さして、あなたの好きな商品が左指さして、あなたに当たるというプレゼント。まずは商品選びから。あ、商品は、はい、これや。横浜の、市原さん。欲しいものプロテインプロテインカレーも時間ないからかける。とりあえずかけるか、かけるか、とりあえずかけようか、行ってみようか。プロテインがですね、欲しかったんですが、大丈夫ですか、かけられますか。さあ、石原さんもしもし。はい。あ、ラジオ聞いてました。はいはい。プロテインが。うん。選ばれました。ありがとうございます。はい。石原さん、あなたは多分ありがたくないと思うんですけども。どうもありがとうございました。あ、どうも。おやすみさあ、続いて、このプロテインが当たった人は一体誰？おかしくて、男だ。プロテインが当たったのは、ね、神奈川県の、ペンネーム、三つ石黒さん。本来欲しかったもの。鉄道模型。鉄道模型、それもすごい欲しかったけど、これ、N ゲージの JR115 系近郊電車の長野色のセットで、1万9000円相当のものが欲しいとまで指定してくれたんですが、あなたに当たったのはですね、錠剤系のプロテインということになっておりますので、これね、じゃあ電話かけましょう。ね。これは嬉しいわ。これ電話にもしあると出ませんと、プロテインはキャンセルという形にさせていただきますからね。ペンネーム三つ石黒さん。では一回。ファイブコールで出ないとこれプロテインもらえませんよ。プロテインをこれ貨物列車に乗っけて。あ、ファイブコール出ない、ファイブコール目。残念！あ、出た。ただいまですよ、石黒。残念！ということは、これは、新たに、もう一人引いて、補欠合格ということで、プロテイン欲しいですね。多分ね、プロテイン選んださっきの市原さんは、じゃあ俺にくれよって言うと思いますけどね。はい、行きますよ。女！沖縄県、宮平さん15歳、高一。本気で欲しいもの。山崎正義の CD 全部。さあ、こんな人も聞いてますが、当たりました。よかったですね。使ってこいって書いてありますからね。シングル、月明かりに照らされて、中華料理、セロリ、ワンモアタイム。はい。もしもし、はい。ゆうこさんですか？はい。ラジオ聞いてましたか？はい。プロテイン当たりました。おめでとうございます。はい。
ったものとはちょっと違うんですけれども、女ボディービルダーというですね、もう大抵男の子にモテるタイプなんですけれども、なれますので、はい、ぜひぜひ受け取ってください。わかりました。はい、プロテインってのはある意味ほら、ストーリーみたいなものですから。はい。送りますね、夜遅くすいません。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いや今日はね本当にねみんなにね愛をね与え続けたね。いや本当にねあのね一人暮らしをしたり浪人生だったりもういい大人だったりクリスマスプレゼントがもらえない人いっぱいいるわけですよね。今年は何ももらえないのかなと思っていたらついにもらったカニの殻100個、これも本当にね嬉しいこと嬉しいこと。お正月とかに友達と会ってお前クリスマスなんか彼女とか彼氏とか友達から何ももらってないんだろうって言われた時に大きな声で言い返してください。俺は石を15キロもらったんです。ね。そうするともう向こうはグーの音も出ませんから。ね。ブラを持って歩いてください。サンタがくれたと言い張ってください。ね。来週からは営業授業なんで。ね。安心して聞いてね。じゃあね、バイバイ。